まいこでございます。今回はなんと今までは YouTuber の人ばかりこう呼んでましたけども、ニコニコの動画の歌い手さん来てくださいました。今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。渡辺真琴っていうね、まあ、人がいるんですけども、その人とこの方がアベマ TV っていうね他のところでコラボいたしましてですね、なかなか人のことそんなにね認めない渡辺真琴が、この方は素晴らしいともう尊敬をしておりますので、今ここに渡辺はいないんですけども、ここですね、この中に渡辺がいると思って一言お願いいたします。なんかありがとうでも声をここに入れてください。ありがとう。入りました。全部吸ってしまいましたんで声は届きませんけども、まあ今日は一つよろしくお願いいたします。お願いします。インタビューしていこうと思いますね。自己紹介の方よろしくお願いいたします。どうも皆さんこんにちは、真琴です。普段は音楽や歌をやらせていただいております。素晴らしいでございます。名前がマフマフという名前でございまして、なぜマフマフという名前になったのか、それぜひ聞かせてください。あだ名だったんですけれども、この名前のまま活動の名前になるとは思っていませんでしたね。もっとかっこいい名前にすればよかったなと。後悔はたくさんまとって味のある人間になってくださいね。なぜニコニコ動画という場所で歌い手っていうのを始めたんですか？そのきっかけ教えていただきたいですね。きっかけはですね、別の形でいろんな音楽をやっておりましたが、友達にですね、勧められまして、こういう形でインターネットを通して歌を投稿してみてはどうだと言われたことがきっかけです。素晴らしいでございますね。やはり人とのつながりっていうのはすごく重要なものですね。そう、一番大変だった動画、夢のまた夢という曲が、こちらの動画お寺で足元がガタガタのところを下駄でね、ぴょんぴょん跳ねながら指を飛びました。周りは火に囲まれていて、すごい大変な撮影でしたね。大変な中ね作ったその夢のまた夢、そのまた夢のまたまた夢、そういう曲でございますけども、その曲ね、あとあとちょっと私もねお聞かせ願いたいなと。お歌も歌ってね、 YouTube でも動画アップしたりとかして、心がけていることって何かあったりしますか？教えてください。作り話をするのではなく、極力本当に自分のあったこと、とにかく自分の思ったことだったり、そういうのを包み隠さず作品にできたらなと。なので、頑張ってます。素晴らしいでございますね。ありがとうございます。ということで、どんなお歌を歌ってる、ね、皆さんも聞きたいと思うので、少しだけ聞きたいと思います。夢のまた夢、そのまた夢の夢の中、夢のまたその夢というね、曲、ね、今から聞いていきましょうということで、今から聞いていきましょう。素晴らしいでございますね。私も手拍子止まりませんでしたね。ということで最後、見ている皆様になんか一言欲しいですね。助けてー。ということで、マイコでございました。それではまた、おおきに。チャンネル登録よろしく。最後に笑うのは